よね。ああ、軽い、今度は。ロンゴンさん、こんばんは。こんばんは。フライホイールでおなじみ、黒森派がね、コンビニ前ではなかなかないよね。その辺にある気がするな。あったっていいよ、別にもう。新しいの買っちゃったから。みなさん、こんにちは。まあ、アイリンにあると思うよ。どっかの草むらに放置されてるよ。いいよ、別に。ロンゴンさん、こんばんは。私も昔雨の日にセブンで傘盗まれたことありますよ。大概駅前あたりに乗り捨てられてるぞ。近くの駅とかな。もう買っちゃったよ。よう、ビッグニュースがあると聞いて。うなちゃん、こんばんは。うなさん、こんばんは。鍵してなかったの？すぐだったからね。ワンちゃんは？すぐだったら鍵しなかったんだよな。何の鍵はすぎる？あれ、鍵しとくなかったな。5分くらい？5分くらい。時間にして23分ってとこですか。チャーマン、こんばんは。皆さん、こんばんは。高級車以外は乗り捨てが多いだろうな。盗んだやつ見つけたらどうする？ヤフオクとかで部品ばら売りされてない？チャーマンの自転車盗んだやつに罰が当たりますように。水ニャンも越したばかりの大阪で3回パクられたって言ってた。そんな一瞬で盗まれることなんてめったにないで。高級自転車の集積所にあるよ、大体。やられる。盗まれた自転車は金払って取りに来いって電話があったは。狙われてたな。すいません。さっきまで、レディースと一緒にいました。多分何だかね、許せないですね。ご無沙汰です。わら、ちゃんまんこんばんは。誰と？教えない。なんだろう？教えない。今来たの？黒森だとフレーム細いな。もう同情しない。手を洗うかしなよ。いかがないのか？飯食って飲んできただけ。とりあえず新車良かったです。レディースデイ、すっきり爽やか。後ろが開いてますね。喉が大丈夫？眠いも。今日は朝から、いやいや、昼間からチャリ屋行って、チャリ選んで。うなさん、今日はご機嫌斜め、働け。過去形いらない。今日何曜日？今日月曜日だよね。多分。言わないんだったらその情報いらんわ。わかった。言わないんだったらその情報いらんわ。わかった。ハブってアンジが名前書いててくれたはず。あ、火曜か。火曜だよ、バーカ。火曜だよ。お、チャリから頼むか。明日は5時から気合注入してください。クタクタだね。もうエンディングとふかしがごっちゃごちゃになって大変でしょ。フレームの中にブブス仕込んでおけば安心。眠い。眠いの？眠い。だって今日、だって朝からさ、昨日チャリ取られたの昨日の夜中だからさ、朝からチャリ買いに行かなきゃと思って。チャリっていくらすんの？ピンキリじゃない。イモリアイがつけた？明日サッカー券がありますよね。そんなすぐ買いに必要があったのか。うなちゃん、こんばんは。この前は久しぶりにごちそうさまでした。今週からの店の予定は？車買っちゃえよ。わら、外出ないんだし当分チャリいらないんじゃない？盗まれたの？な、もうなんか気分悪いから、放送終わります。すいません、失礼します。あらら、チャリンコパクられたんだ。